目の輝きがなくなった。あーあーびっくりした。はいどうも皆さんこんにちは、ボロボックスでございます。今回もですね、あなたはあくまで私のもの、こちらの続きをやっていきましょう。前回はね、若菜くんに引き続き、アスマくんも死んでしまって残りは残り3人になっちゃったけど、犯人はこの中にねいるんでしょうか。それでは続きをやっていきましょう。はい、ちょうど前回は、はい、コンコンと部屋のドアをノックする音が響くと、シュウくんが入ってきたところで前回は終わったかと思います。返事をする前に扉が開かれ、シュウが入ってくる。さあ、開けっぱなしですか。不用心ですね。シュウ、死体の状況聞きたいですか。一通り調べてきました。いいよ、聞きたくない。そうですか。シュウ、俺は聞きたい。ねえ、アスマくんとんでもない状況でね、死んでたんで、なんであの状態で死んでたのかね、宙吊りにされて。は？アキト、正気なの？ごめん、ルイ。でも俺、敵を討ちたいんだ。そうだね。二人ももうね、やられてるからね。憎いんだよ、犯人が。俺、若菜のことも、アスマのことも大好きだった。親友だった。親友が二人も殺されて、黙ってなんかいられないよ。見つけ出して殺してやる。俺がこの手で殺してやる。ちょっと過激になってきてるね。あ、アキト。なるほど。じゃあ説明しますね。ごくりと息を飲んで、シュウの言葉に、耳を傾ける。どういうシーンなんだろう。ね、あの若菜くんといい、アスマくんといいね、とんでもない死に方。おー、びっくりした。ごくりと息を飲んで、シュウの言葉に耳を傾ける。花笠さんの遺体、首を絞められた跡があり、ああ考察か。それ以外の傷は、特に見つかりませんでした。これってすごく妙なんですよね。どうして。なんで考察ってことだろう。考察できますかね彼を。そうだね、アスマくん筋肉ムキムキだし190センチぐらいあるから、そんなことできるのはもう相当なジョナサン・ジョースターぐらいじゃないとできないね。確かに変かも。え、あ、そうだよね、180か。彼の身長っていくつですか。見たところ180センチ以上はありますよね。あ、クラスで一番でっかいよ。185とかそんくらい。でかいね。それであの筋肉質な体でしょ。喧嘩慣れしているでしょうし、そんな彼を考察するのは難しいのではないでしょうか。そうだね、考察って結構時間がかかるんですよ。意識が完全に飛ぶまで最低でも1分はかかります。彼のような体力のありそうな人ならもっとかかるかもしれない。確かに意識が飛ぶまでの1分間、被害者は激しくのたうち暴れ回るでしょう。彼を1分もの間押さえつけることができますか。確かにね。じゃあ犯人はこの中にいないってことか。でもね、ルイ君もそのくらい大きいよね。ただか弱いからね、できないと思うんだけど、この中に犯人がいないことを願うしかないじゃあどうやって。薬をもらわれたのではないでしょうかまたホモと言ったら睡眠薬またか。結構ね、BL ゲーやってると薬の頻度がかなり頻繁に出てくるよねエロい薬がいわゆる睡眠薬、もしくは日頃から睡眠薬か何かを愛用していたとか。それはないだろう。何も食べられそうになかったじゃん。どうやって薬なんか盛るの。そうだね、薬、睡眠薬なんてキャラでもなかったしそうだね、薬を盛るのはやりようによっては可能ですよ。飲み物に仕込むんだろ僕には無理ですが、彼が信用しているものならできるのではないでしょうか。部屋に行って何も食べてない彼を気遣うふりをして水分だけでも
といった具合にお茶を入れてその中にとかね、うん、やっぱりそういうやり方だよね。ホモ特有のそのエロに走る直前のやり方ね、うん、とにかく信頼しているものなら彼の部屋に入ること、薬を盛ることが可能なんです、うん、何それ、じゃあ犯人は俺かアキトってこと、うん、そう言ってるね。そうですね、冗談じゃないよ。僕では彼に疑われて警戒されるに決まってる。鍵を開けてもらうのすら無理だ、うん、同じ理由で、外部犯の線も完全に消えました。そうなのか、じゃあ犯人はこの3人の中にいるってことか。犯人はあなたたち2人のどちらかだ。本当か、なんか自分への疑いをねそらすためにシュウ君言ってるとしか思えないんだけど、シュウの言ってることは確かに一理ある。理論的には納得できる。だけど俺はやっていない。ルイもそんなことができるようなやつではない。それは俺が一番よく知っている、うん、僕はあなたたちのどちらかが、もしくは共犯で犯行を行っていると仮定して推理を進める。あなたたちもどうぞ証拠を消すなり僕を殺すなりして事件をお楽しみください。怖っ、完全にサイコホモだねまだホモと決まったわけではないか、シュウ君はね。ま、ホモでしょうねこのメンバーにいるならホモですよ。はい、では、あ、行っちゃうのか。あ、ルイ君も行くの。最後に不敵な笑みを浮かべてシュウは去っていった。その笑顔にゾッとして何も言えなかった。はあ、なんでこんなことに。そうだね、もう2人いないから、3人しかいないからね。アキトは俺を疑わないの。え、なんで。だってさっきのシュウの推理ムカつくけど、筋は通っていたじゃない。うん、まあそうだけどさでも殺す理由がないからね、俺が犯人だって思わないの。しかも親友だからね、この2人。思わないよ。これでもしルイ君かアキト君だったら本当に怖いんだけどルイがそんなことするわけないじゃん。っていうかそれはルイだって同じだろ。ルイは俺が犯人だと思ってるの。思うわけないよ、うん、アキトがそんなことするわけないもん。長年一緒にいた俺だからわかるよ。アキトには人は殺せない。うん、うん、俺も同じ気持ちだ。アキト、きっと何かあるはずなんだ。信用されなくても簡単に、アスマを殺せる方法が。じゃあもうシュウ君で確定なの、犯人は。もうそういう路線だけど今。ああ、ベッドに座って非常食のパンをちょっとずつ頬張る。昨日から何も食べていなかったのでさすがにフラフラしてきた。相変わらず食欲はないし空腹も感じられなかったけど無理やり水で流し込んだ。パンを噛んで飲み込もうとすると若菜のことを思い出して吐き気がするなんか今の言い方顔思い出して吐き気がするような感じだけど、うん吐き気を耐えながら水と一緒にパンを無理やり流し込む。こんな辛い食事は初めてだった。ルイも同じよう、同じなようでパンを手にしているものの先ほどからほとんど手が進んでいない。ねえ、次に殺されるのって俺かな。は？何言ってんだよ、バカなこと言うなよ。あ、ごめん。でもさ、弱気になるなよ。俺たちは絶対離れないようにしよう。うん、多分それがいいと思う。おそらくアキト君に嫉妬した何者かが殺してきてると思うんだよな。ね、若菜君の時もアスマ君の時も告白じみたことをした後に殺されてるから、だから離れないと大丈夫だと思うんだけどね。何があっても絶対だ。そうすれば俺がお前を守ってやる。うん、ははっ、アキトはかっこいいね。まあな、かっこいいなんて言われると少し照れくさい。若菜といい、アスマといい、ルイといい、うん、そうだね、
そうだね。俺の周りは素直に褒めてくれるやつばかりで少し困ってしまう。もちろん嫌というわけではないけど、ちょっぴり恥ずかしい。みんなじゃあ、アキト君のこと好きなホモなんだね。モテモテだよね、本当に。すごいな。いいな。ねえ、この4人が健全であれば、みんなでエッチなことできたのに。あ、見たかったな、ホモたちのお祭りが。エロ祭りが見たかったな。アキトはね、俺のヒーローなんだ。ずっと昔から。は？ヒーロー？うん。アキトにとってはどうでもいいことだったかもしれないけど、俺はアキトに何度も助けられているんだよ。小学生の時、いじめられている俺をアキトが助けてくれたのが出会いだったよね。そうなんだ。あ、ここで回想ってことはもしかしたら、ルイ君死なないかもしれない。まだわかんないけど。ね、だいたい亡くなった後に回想入ってから。小学3年生の夏のことだ。校門の前で隣のクラスの生徒がいじめられているのを偶然目撃した。あ、いた。何がいただ。めめしいんだよ。ちょっと勉強ができるからって調子に乗ってんじゃあね。やっちまえ、大将。いや、やめてよ。おい、大将がやるのか、古文じゃないのか。おい、何してんだ。げ、隣のクラスの朝雲だ。え、強いのか。なんか強そうだ。わ、やべえ、あいつんち、親がモンペだからな。喧嘩するとめんどくさいことになるぞ。モンペってなんだ？逃げようぜ。あ、なんだモンペって。大丈夫？あ、かわいい。一番かわいくないか？るいくん。かわいいな。女の子じゃないか？ちょっと、襲いに行っていいかな？襲いたいぜ。はい、すいません。あ、うん。あ、怪我してるじゃんか。まったくひどいことするよな。うん、でも僕が悪いんだよ。何したんだ？なんで？なんかしたの？また北進の BGM が。直接何かしたわけじゃないけど、俺がドジでバカだから目をつけられるんだ。そんなのいじめられる理由にならないよ。お前1組のやつだろ。名前は小倉るい。うん、るいか。俺は浅熊あきと。あきとって呼んで。あ、うん。また何かされたら、これからは俺を呼べ。助けてやるから。俺の親超うるさいので有名なんだ。それはモンペっていうのか。みんな、後々めんどくさいことになるって知ってるから、オレンジに意地悪とか絶対しない。お、強いね、それは。ある意味最強だぜ。そうだね、俺。だからな。いいよ、悪いし、助けてもらう理由がないよ。誰かを助けるのに、理由なんていらないだろ。おお、かっこいいね。ホモの鏡だぜ。俺の自己満足みたいなものだから、気にしなくていいよ。でもやっぱりいいよ、そんな義理ないし。仕方ないな。え、ひゃ、なになになに、なんか書かれてるぞ。アキト、俺はランドセルから油性のマジックを取り出してルイの顔に無理やり自分の名前を書いた。それはいじめなのか、いじめじゃないのか、大丈夫か。下手くそな字でアキトと、油性マジックで、しかも油性マジックか。消えないな。でかでかと。今思い返してみたら、全くもって意味がわからない。何？何書いたの？これでお前は俺のものだ。結構強引だけど、まあいいのか？え？理由があれば頼ってくれるんだろ？俺の所有物は、自分で守らなくちゃな。だからお前は俺が守る。いいな。え？映画版のジャイアンみたいになってる。そんなことがありました。これは死ぬないルートじゃないか？ふふ。あの時のアキト、意味わかんなくて可愛かったな。まだそんなこと覚えてんのかよ。子供の頃の自分のめちゃくちゃぶりが恥ずかしくてたまらない。顔から火が出そう。もしくは穴があったら入りたい。というのはこういう心境のことを言うんだろうな。一生忘れないよ。俺の大切な思い出だもん。バカ野郎、忘れろ。うん、結構いい感じのムードじゃないでしょうか、このまま。あ、そうだ、近くにベッドがあるからさ、ちょっとやっちまおうぜ。
油性マチックだから落ちなくて、俺お母さんに怒られて、やっぱり。ああもうやめてくれ。ちょっと元気出た？え？俺ね、あの時の、思い返し恩返しができたらと、思ってるよ。でもきっと一生かかっても返しきれない恩だから。大げさだな。大したことないって。大げさじゃないよ。人見知りで口下手な俺が、今日までずっと楽しく過ごせてきたのは間違いなくアキトのおかげだもん。アキトは自分で思ってるよりずっとずっと、すごいやつなんだ。うん。アキトは困っている人とか弱い立場の人とかを放っておけなくて、優しくて明るくて人気者で、俺なんかが親友でいるのもおこがましく、おこがましくらいだ。読みづらい。すごいやつなんだ。そんなの全部ただの自己満足だ。そう言おうとしたけどやめた。俺をヒーローだと言ってくれたルイに幻滅されたくなかった。自分の汚い部分はルイには隠しておきたかった。思えば俺は一度だって純粋な善意で誰かを助けたことなんてなかったかもしれない。そうなの？ということは、ルイを助けたのだっていじめられっ子を助けることに、優越感を感じ自分に酔っているだけだった。まあそれでも助けたからね、いいやつだよ。シューに声をかけたのだってそうだ。その証拠に俺はシューが自分の思っていた一人ぼっちでかわいそうなやつではなかったと、分かって誘った分かって誘ったことを後悔した。そこまで考えて自分が少し怖くなった。情けない、恥ずかしい、負の感情ばかりが次々と頭に浮かんでくる。こんな風に考えてしまうのはこういった状況だからなのだろうか。アキト、どうしたの？怖い顔してるよ。あ、ごめん。仕方ないよね、こんな状況じゃ。どうした？シューの様子見てくる。え？ごめん。大丈夫か？あ、ちょっと。なんで？なんで急に様子を伺おうと？これ以上一緒にいたら本当に自分を、悟られてしまうような気がして怖かった。先ほど自分からずっと一緒にいようなんて言っておきながら、ルイを一人にするなんて俺は何をやってるんだ。これでルイ君は完全に一人だぞ。マジで？ルイ君もやられちゃうんじゃないの？なんで外に出てきてしまったんだ？頭がこんがらがって思考力が低下しているのはわかる。だけど、どうすることもできない。あ、廊下をうろちょろしている、ヘッドホンにパーカーという、特徴的なスタイルの少年を発見する。シューだ。そうだね、早めに探しといた方がいいね。これで誰も殺せない。もうシュー君しか疑えないんだよな。こちらから声をかける前にシューに気づかれてしまう。こんなところでどうしたんです？出歩いて大丈夫ですか？危険じゃないんですか？シューこそ。僕は平気です。おや、元気がないですね。やっぱり平気ですって言うからにはもう自分に危害が及ぶ心配がないってことだよね。ということはやっぱりシュー君が自らやってるってことなんじゃないの、殺人を。この状況で、元気があったら異常だよ。そうですね。皮肉のつもりだったが、どうやらシューには伝わっていないようだ。そのずぶとさが心底羨ましい。ねえ、はい。見返りを求めずに他人に優しくできる人間っていると思う？いないでしょう。ただ見返りを求めていないふりをすることはできるんじゃないですか。見返りが具体的なものでない場合に限りますけどね。なんか難しいな。例えば人の感情、感謝の心や尊敬、敬意、好意、それらを見返りに欲しがるタイプの人間であれば、客観的に見て見返りを求めない純粋な善人だと思えません。なるほど、そうだね。シューはどう思った？何がですか？
俺にこの旅行に誘われて嫌だった？迷惑だった？別に？そこは普通に別になんだよね。嬉しくもなければ嫌でもなかったです。でも曖昧すぎるんだよな。特に何も感じませんでした。じゃあなんで来たんだよ。そうだね、俺の誘いなんか断ればよかったのに。あいにく僕は誰かの誘いを断らない主義でしたね。そうなのか。デートの誘いも付き合ってくださいというもん。あ、だから付き合ってすぐ別れたのか。申し出も断ったことは一度だってありませんよ。あ、もちろんセックのお誘いもね。急になんか放送できない用語がまたしてもね出てきたけど、そうか。じゃあ今アキトくんがちょっと一発やろうぜって一発やろうぜって言ったら応じてくれるってわけか。ちょっと言ってみて。ちょっと無理な話かな。あ、もしかしていいことをしたつもりで、いたんですか。一人ぼっちでかわいそうな僕に声をかけて自己満足に浸っていたと。もしそうならすごい自信だ。僕はレベルの低い人間と付き合うのが面倒だと感じる。仲良くする、メリットがない。なんかちょっとシュウ君口悪くなってきてるぞ。大丈夫か。だからだ、だから一人でいるだけだ。それはあなたはかわいそうだと思ったわけだ。それはなかなか面白いです。興味深い、思考回路だ。悪かったな。とんでもない、面白いですよ。よっぽどな変人なんだね、やっぱり。僕の、頭脳なり顔なり目的として近寄ってくる人間はたくさんいる。でも僕を下に見てかわいそうだからと自分のグループへ招き入れたのはあなたが初めてだ。僕は常に他人を見下して生きているが、逆に見下されたのは初めてです。やっぱり見下していたのか。見下す？僕はあなたが気に入りました、アキト。なんか怪しいぞ。なんかこの喋り口調、そろそろ佳境に向かっているような感じがする。なんなんだよ。ムカつく。バカにしてんのか。シュは今までのような、含みのある、不敵な意味ではなく、心底楽しそうに笑っていた。怖いねそれね。いよいよ犯人が分かってくるかもしれない。はい、ということで、今回ですねこの辺で以上とさせていただきます。次回もお楽しみに。さよなら。